みなさんどうもこんにちは、イエリだーイエーイ。ということで今日は新大久保 Vlog 3回目やりすぎかだけどやりすぎ、違うとこ行く。そう、行きたいところを変えました。変えました。なんと同じところに食べに行きたいって思ってました。今日でも今電車で TikTok 見て出てきて、あ、TikTok でも話題なんだなと思って。確かに。でも新大久保で一番美味しい。美味しいよね。しかも韓国っぽくない味が。めっちゃ韓国っぽい。マジでおすすめ。もうお腹すぎて、やばい、やばい。行こう。行きますか、うん、じゃあまずご飯食べ行きます。はーい、ガーセマール食堂に行きます。ガチ有名なやつ。イエーイ。本殿にあるよね。本殿にあるね。どうぞ。いただきます。選びます。何食べる、何食べる。美味しいやつ。これと、これと、これ。おー、すごいすごいすごい。すごい、花受せよ。はい、受せよ、受せよ。私、卵チムも食べたいから、卵チム。オッケー。お腹空いてやばいです。楽しみすぎて無理です。お腹空いた。オッケー。楽しみ。楽しみ。お腹空いた。2人前ペロリじゃない。ペロリそう。味噌つけてくれて。美味しそう。イエーイ、これきた、やばい。でも前回のチュクミもめっちゃいろんな人に聞かれた。あ、モノギリ私作るね。あそこ美味しいもん、ね、めっちゃ聞かれた、どこって。あそこ行って、行ったって友達にも言われた。え、行きたね、私も行ったって言われた美容室。でもあの後来たし。行くよね、あそこ。玉ねぎ、このアングルいい。本当だ。これ料理動画っぽいじゃん、うん、上からね、うん、これがいいんだよね。これは一緒にチゲと食べる。そう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 。ちょっと新大久保で美味しいお店といえばどこって言われた時秒で答えれるよね。あそことあそこと、うん、確かにね。これめっちゃ前のさ GU の1万円くらい。え、マジでやっと使ってる。うん、初めて使った。ちょい耳の裏いた。 GU に見えない。いただきます。この新大久保楽しみしすぎて昨日新大久保の夢見たんだけど。マジ？新大久保か韓国の夢かどっちか。やばい、このアングル。アングルっていうかこの画角。めっちゃダメですか。オッケー。お団子さん。お腹空いたから食べます。おにぎり。おなげらい。おなげらい。いただきます。いいね、昼から焼肉。楽しくない？韓国みたい。やばい。うまっ。焼肉も食べます。あんちゃん多分今日は一日ハッピーピーポー、あれピーポー。完成祭り、すぐ焦げますから早く食べてください。はい、あなた早く食べてください。これ巻いて食べる。はい、巻いて食べます。あ、美味しそう。熱そう。やっぱ美味しいんだよね。早く食べろって思ってる。飯してろ。無理。うまい。私エゴマでいきます。玉ねぎ、ニンニクもうまいやろ。でネギサラダやね、絶対。美味しい。絶対美味しいんですけど。無理です、無理です。いただきます。やばいよ、この味が。やばい、ちょい辛で美味しい。うん、マジうまい。あったかい。そうだよね、絶対そうだよね。これとおにぎり一緒に食べるのが、これが、これ一番おいしい。うまっ。ちなみに夜はここめっちゃ混んでるから絶対予約していった方がいい。怖いな。そうなの。じゃあ私白米でいきます。無限。久しぶり。じゃあ何ですか。レベルが違う。言ってることと話が違うみたいな。もうやばいやばい。ここやっぱうまいわ。ペロリペロリ案件。悩んだら、悩んだらマウル食堂。내장식도가격좀수입같은거있지기본적으로스테이스처럼私ったらケランチム頼んでんだった。これ熱いのレイ君。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、優しい。ここに置いてくれた。食べやすいでしょ。うん、
マジで美味しい。ケランチムは韓国の伝統的な卵焼きです。卵蒸し？茶碗蒸しみたいな。私これめっちゃ好きだよね。こんなに高くても頼むね。絶対残すのに頼んじゃう。残すのにやばい。本当に美味しい。ああ韓国行きたい。本当に最高に韓国が行きたい。ご機嫌なのにな、行ったら、私たち行ったら。ああもう忘れられないの。朝ホテルから出たら、こうやって下っていく道に、なんか美容外科とかいっぱいある中の山奥が向こう側にあって、曲がったら道路が広くてみたいなね。オリーブヤングカフェみたいな。手振ってくれてやべ。全然聞いてくれなかった。めっちゃリップ。やばいもん、やばいやばい。鼻の中までピンク色がついちゃった。ピンク大好き。友達とかさ、そのお兄とかお姉ちゃんたちとかお兄ちゃんたちのおかげでさ、いろんな経験してる、ね。あ、確かに。バス乗ったり、バス乗ったり、川行ったり。で、遠く行ってナビが壊れて帰り方わからんみたいな、みんなあって。携帯の充電。充電が切れた。あ、でもこの標識見ながら帰る。帰れマジで。なんか観光じゃないことしてたわけよ、韓国で。もはや。ね、ちょっと韓国人の休日に遊ば、ね、中入れてもらってたわけ。うん、リアルライフだった。いやマジでリアルライフだった。あはははは、カゴエスポ。なんか韓国は欲しいものある？え、やばいやばいやばい。そんなん聞かれたらどうすればいい？でももう今オリーブヤング行きたすぎてやばい。じゃオリーブヤング行く？行く。オリーブヤング行こう。韓国ブランドとか欲しい、うん、韓国でしか買えないブランドとか、うん、ジェントルモンスターとか、うん、ジェントルモンスター行きたいじゃん、ね、行く？うん、行く。ジェントルモンスターと軟骨のピアス欲しい。ピアス欲しいよね。なんか日本あんま売ってないじゃん、軟骨ピアス。売ってない。場所がどこに売ってるか分かんなくて。でも韓国なんか街のそこら中に売ってないじゃん。なんか軟骨入ってる人多いんだよ、韓国。わー、イメージある、うん、ピアス入ってる女の子が多いよね。あとカラコン欲しい。だよね。探してみようか。カラコン欲しいわ。カラコン絶対今日買いたい、ね。ごちそうさまでした。食べ終わりました。ごちそうさまでした。食べ終わりました。3時33分。今からオリーブヤングに行きます。行きます。オリーブヤングに。このさ、充電器持ってる感じ。やばい、今日爆弾。すぐなくなるから。充電がないと無理なんです。懐かしくて無理です。今日の韓国に何着てきたんですか？はい、今日の韓国はですね、ちょっと薄着できまして、デニムにスニーカーです。春だもんね、やっぱ薄着で。 そしてこの韓国のブランドオッパーがやってる。受け取ったの？韓国服です。はい、韓国で受け取りました。いいね。ちゃんと韓国っぽい感じで来ました。だからさすが。はい、カラコンもつけてます。いやー、カラコンがカラコンが韓国感。そうそうです、そうです。煽ってます。いいカラコンです。はい、いいカラコンです。はい、どんな格好で来たんですか？やっぱパスポート入らないとね。あー、間違いない。カバンはパスポート持ち歩かなきゃいけないからね。充電も入ってるんで。そうだよね、持ち物いっぱいだから。韓国はちょっといつもよりは大きめのバッグで来てます。そうですよね。今日ちょっと韓国天気悪いな。久々に来たのに天気悪くて、でも雨降らないかい？そうそう、雨降らなければいい。あ、うちらが来た中で雨降った韓国は1回だけですね。 PM2.5 がちょっとそう気になるのでマスクしてます。気になるのした方がいいって言われたんでマスクはそうしてます。はい、マスクしてます。今からオリーブヤングに行きます。はい、もう3年ぶりぐらいのオリーブヤングです。行ってます。もう楽しみすぎて無理です。久しぶりに来たオリーブヤングはハングルに変わってました。オリアンって書いてる。オリアン、オリアンです。オリアン来ました。イエーイ、行ってみますか？はい。 PM2.5 が気になる人は消毒もできます。はい、韓国だね。はい。めっちゃあるね。無理無理、楽しい。気まずい、気まずい、楽しすぎて気まずい。これかわいい顔。あなたはこっち色のカゴね。オッケー、下とかあります。オッケー、楽しみすぎて気まずい。
鎮静したい。鎮静、安いじゃん。これこれ、めっちゃわかりやすい。これが欲しい。これ、これ。美白美白。手上げ。やめやめ、気まず気まず。めっちゃ欲しい。やばいやばい。ね、懐かしい。懐か懐か。懐か。え、何それ？これめっちゃ買ってたんよ、これ。そうなの？ビープ。ビープ。選んでいく。え、なんかこれ可愛いから、これ買おう。え、買って、買って、毛穴引きしまって。え、これも可愛いから、これ買おう。いくら？高っ。高いよ。普通に高かった。気をつけよう。めっちゃある、すごいんだけど。待って、待って。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、69、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、
ハワイ。めっちゃ楽しくない？だってオリアンだもん。こっち側結構暑い。こっち側も行くわ。行きます。ちょっとゆっくり見てみます。購入ですか？購入です。洗顔とバッグとあとなんかシャンプー、トリートメント、ボディローションなんか。いいね。持っていけるやつ。やっぱ持ってこなかったから今回シャンプー。あ、そうだね。必要だね。そうそう。このままパック。後で見せよ。ね、見せる。見せる。めっちゃ混んでたね。人気店ですよ、オリーブヤングは。さすがオリアン。かわいい、この韓国の道。本当だ。あ、写真撮るかな。これどこだ。今ね、行きつけのカフェに。行きつけのカフェの。でも迷っちゃうんだよね。久しぶりだから。あ、撮りすぎてる。あ、どっち？こっちです。もう懐かしい。無理無理。めっちゃ懐かしいんだけど。忘れちゃうよ、ね。何とかいらなかったのに。ねえ、覚えてたのにね。さすがにね。さすがに無理だ。2年ぶりは無理。次の道曲がるんだった。Okay. そうだ、忘れてた。早くカフェのコーヒー飲みたい。ね、コピーコピー。コピーコピーかじゃん、コピーかじゃん。カフェ到着しました。なんか最近は首都発展工事なのかわからないですけど、すごい工事してます。ね、韓国工事多いよね。多いよ、ね。毎回、あ、もうここもなくなっちゃったんだとか、新しくなるんだ。激しいよね、うん、すごい激しい。私は今回、チョコミントジェラート。私はいつものアイスコーヒー。めっちゃ美味しい。ここホテルだって。そう、ホテルらしいよ。でもうちらが泊まってるわけがここじゃない。いつも決まってるの2つホテルがあって泊まってるホテルがでも紹介できません、どこにいるかバレちゃうって、うん、いつもそこだもん、うん、もうそこかそこって感じ、うん、でももうそこになってる。いや絶対そこがいいの一番いい部屋に泊まりたい。そうだね、普通の安い部屋泊まってたからね、うん、狭いとこあった。うちはね、大体ベッド1つでも行けてたタイプなの。そうそうそう、広いベッド1つでも良くないみたいな、うん、もう寝るためだけに帰るだけだから。韓国はそうだよ、ホテルに、うん、そう、難しい。なんで今日もそのホテルに泊まります。帰りますって感じかな。そうだね、もう久しぶりですって感じなんですよ。今からうちらの、あ、うちらクライムエアお揃いです。パンダだよ。久しぶりにダズとかノーモとか。あ、懐かしい。あの、うちらかぶせとかめっちゃ剥がせかぶせ死ぬんだけど今考えて、あれやばいよね、ずっとさもうフラッシュがね、この辺でかぶせ余っちゃうの謎なんだけど、やばいやばい、来た暇？いや、かぶせ？いや、ハーフ。懐かしのかぶせ。ハーフって2個だよね、うん、そうだ。あ、こういうやつ、こういうやつ。あ、かわいいかわいいかわいい。あ、もう韓国じゃん。めっちゃ写真撮るの、うちら。韓国のカフェで。バーかね。まあ、もちろんインスタグラムにあげたいからなんですけど。え、待って、めっちゃ前の写真出てきてるんだけど。そうやばい。あ、そうだよね、そうだよ、その時代流行ったんだよ、このほら、ゴールドバーガーのおじいちゃん、リホとの写真も。そうだよ、リホね、タトゥー入れた時のやつあるよ。そうじゃん、やばい。初めてファーストタトゥー、韓国だもんね。あ、重ねてる。そう、重ねめっちゃ流行ったんだよ、うちらの中で。いや、すぐ韓国行ってる。いや、この重ねとか結構意味わかんないけど押せないんだけど。どんな時も写真撮ってたよね、今思えば。酔っ払ってても。どんな時も写真撮ってたの。スプライベートすぎました。すいません。待って、
青空来た。あなたのためにあれがなくなりました。抹茶ビルだって。今からうちらはあの韓国のプリクラを撮りに行きます。私のあんまだもんさえ。たらー、人生よかった。プリクラ専門店行きます。はじゃ、すごい、ついに撮れるじゃん、宇宙のこの瞬間。こんにちは。こんにちは。めっちゃアップ。ウインクとかよくしてないよ。あ、終わる。食べてたうちら、うん、ユッケジャンみたいな。私でもこれが好きで、あ、キムチね、懐かしい、うん、おかしい、これ好きだった、これ甘いやつ、それ美味しいよね、うん、はい、ここが一番安いし、種類も売ってるよ、これ美味しいやつ、それ買って帰ろっかな、ね、これ美味しいやつ、買って帰ろうか。こんなもんですか。はい、こんなもんで買い物したいと思います。はい、韓国はこんな感じでいつも盛り上がってます。これから夜の街へ繰り出そうと思います。じゃーん、じゃーん、じゃーん、バイバイ。新大久保です、本当は。